動物園にいる生き物たちっていいよね。だって小さな柵の中が世界のすべてで、僕ら人間と違ってただ生きていけばいいんだよ。体温、凛太郎の言葉。皆さん本日もお疲れ様でした。あらすじラジオQです。全然ゴールデンじゃない連休を過ごしております。現在5月3日、早く会社に行きたくなってますね。明日モンハン、明後日歯医者、予定がありません。はい、今回はですね、体温を紹介します。人との関わりを避けて生きる青年凛太郎。そんな凛太郎を癒すのがラブドールの息吹。凛太郎は十分に満たされていた。しかしある日、息吹そっくりのキャバクラ嬢凛子に出会い、歯車が狂い始める。人間とラブドールの生活、奇妙だけど美しくもあって、でもやっぱり人間が求めるものって結局はみたいな、ちょっと珍しい設定の映画ですね。本作は R15 指定がされております。視聴の際はご注意ください。今回もネタバレはなしで、前半部分のあらすじを紹介していきます。このようにネタバレなしのあらすじを紹介しています。ぜひ他の動画も見て、あなたに合った作品を見つけてください。まずは簡単に概要から紹介していきます。体温は映画オリジナルストーリーで、脚本と監督を務めたのが緒方貴臣さん、僕の大好きな監督さんですね。えぐい描写を多く作品に使っているので、万人におすすめって感じじゃないんですけれどもね。地球に沈めるや終わらない青、このチャンネルでも紹介していますので、ぜひ見てみてください。キャストはご覧の通りです。それでは概要はここまでにして、あらすじの紹介に入っていきましょう。僕は凛太郎。東京のマンションで恋人の息吹と二人暮らし。朝、カーテンを開けると心地よい日差しが差し込んできた。今日は天気がいいから散歩しよっか。ベッドで眠る息吹の隣に腰掛け、そう提案する。今日は休日。ゆっくりデートを楽しみたい。僕は息吹を着替えさせると、車椅子に乗せ、川沿いの遊歩道に出かけた。そこで、真っ白なワンピースと薄黄色のブラウスに身を包んだ息吹をスケッチする。水の流れる音を聞きながら、穏やかに休日の時間が流れていった。息吹の世話は僕が全部やる。食事を作り、体を洗い、髪を乾かし、服を着させ、寝かしつける。息吹には僕がいないとダメなんだ。それに僕も息吹がいないと困る。人付き合いが苦手な僕が唯一心を開けるのは息吹だけだから。また楽しみな時間がやってきた。この日は息吹二十歳の誕生日で、一日中デートの約束をしている。まずはボーリング。ここは息吹の機嫌を損ねないように僅差で負けてあげた。このさじ加減が難しい。次にゲームセンター。一緒にプリクラを撮って、 UFO キャッチャーをして、ちょっと疲れたから一緒にソフトクリームを食べて休憩して、家に帰ったら手作りのバースデーケーキとチキンのディナーが待ってる。息吹も喜んでくれてるみたいだ。振り返ってみると、息吹と出会ってもう6年になる。早いなぁ。夜は息吹と幸せな時間を過ごし、そのまま二人揃って眠りに落ちた。幸せな一日だった。でも、そんな幸せな毎日に少し変化が訪れた。ショーウィンドウに入ったマネキンを眺めている時だった。この服、息吹に似合うだろうなぁと考えていると、そのガラスを鏡代わりに髪型をチェックする女性が目に入った。ガラスの反射越しにその女性の顔を見た途端、衝撃が走った。息吹だ。気がつくと、僕はその女性を追いかけていた。
その女性が向かったのは新宿のキャバクラ。でもどこの店かわからない。僕はそこで冷静になり、一度帰宅することにした。家に戻ると、いぶきがいつものように迎えてくれた。ちょっと後ろめたさがあって、ただいまが言えなかった。でも、やっぱり気になって仕方がない。翌日も新宿に向かうと、声をかけてきたキャッチが見せてきたキャストの中に、あの女性を見つけた。店に入り、緊張しながら待っていると、来た。見れば見るほど、いぶきそっくりだ。その女性は、本名をりんこというらしい。りんたろうとりんこ。同じりんの字に親近感を感じてくれた。緊張しすぎて、他に何を話したかは覚えてないけど、でも、不思議な充実感と高揚感があった。翌朝、帰りが遅くなったことをいぶきに謝った。いぶきは許してくれたけど、正直言って、りんこさんのことが頭から離れなかった。上の空で一日過ごしていると、突然携帯が鳴った。りんこさんからだ。心臓が高鳴った。気づいたら、僕はまたりんこさんに会うために、新宿に向かっていた。今思えば、この時から、僕はいぶきを、人として見られなくなっていたのかもしれない。さあ、いかがだったでしょうか。ここから個人的な感想と見どころを紹介していきます。まずラブドールね。もう7年前の作品だけど、人とラブドールの見分けってもうつかないのよ。ね、あと、凛太郎が本当に大事そうに息吹を扱ってるってのもあって、わかんなくなってくるんだよね。もう映像を何回も止めて確認したもん。これ人じゃないよねって。で、多分、人なんだけど、先入観もあって、わかんなくなんだよね。で、本当に個人的なことなんだけど、ラブドールに対する偏見が取れましたね。なんかすごく二人の関係性が美しかった。なんか息吹を人として扱って満たしてあげることで自分も、凛太郎も満たされるっていう無償の愛というかね。特に人との関係性が希薄な現代だからこそ、ラブドールに安らぎを求めるのはありなんだなって。これはね、映画の感想じゃないですね。で、映画の方の話になると、凛太郎が求めるものって何だったんだろうなって。凛太郎は人との関わりを絶ってる、まあ、嫌ってるというかね。いぶきがいれば、それで幸せ。外に連れ出して、周りから変な目で見られても、二人だけの世界で生きてるから、それでよかった。で、いぶきの声も凛太郎には聞こえてますからね。でも、そこに生身の人間が入ってきた。見た目そっくり、というかもうほぼ同じ。じゃあ何が違うのかっていうと、人間の方には体温がある。もう十分満たされてる。そう思ってたけど、やっぱり本能が求めてるのは人間で、もうちょっとずつ、凛太郎といぶきの関係性も変わってくる。まあ、あらすじの中でも言いましたけども、いぶきへの気遣いがちょっとずつ薄まっていくんですよ。なんか、人間としてはまあ、そっちでもいいのかもしれないけど、なんか複雑で、なんか見てるこっちが人形の方に感情移入してしまうという。でね、凛太郎が、いぶきと凛子の区別つかなくなっちゃって、危険な行動をとってしまうシーンがあるんですけど、危ないって思うと、映像を止めちゃう癖が久々に発症しましたね。もうすぐさま映像をバラ止めて、凛太郎お前ちょっとダメだぞ。凛太郎ってね、画面の中の凛太郎を説得する時間がありました。気になる方は体温の50分地点をどうぞと。さあ、そろそろお時間のが近づいてまいりました。今回のあらすじを聞いて少しでも作品に興味を持てたら幸いです。体温、現在こちらの配信サービスで視聴することができます。概要欄に予告編と合わせて URL 記載しておきます。ぜひ視聴してみてください。この動画が面白いと感じていただけた方は、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それでは今回はここまでです。お相手は私 Q でした。僕からは以上。